声をかけて来られたのが今日でよかったです。どういうこと？今日はカレーさんの推しのライブ配信が休みだから。まず当初、酒元さんのアカウントはフォローとフォロワー数が同じかつオフラインでも見知った人間、つまり学友や親族だけで相互になっているものでした。それが計58名です。事件後もアカウントは消さず、数日この数字に変わりありませんでしたが、ある時急にどちらも57名に減少しています。その欠けた1名というのもアカウントを消したわけではないようですから、つまり純粋にどちらかが意思を持って相互解除したことになります。待ってください、カレーさん開発家でしょう。こんな仕事管轄外じゃ。この程度は小学生でも調べられますので。で、その相互解除した相手のアカウントが匿名でね、誰なのかがまだ特定できてないわけよ。中身をこじ開けるとしたら、ワカメさんの許可とカレーさんの力が必要なんだけど。あ、つまり酒元さんが事件の後に誰かと何らかの経緯で仲違いをしたと。それくらい別に誰にだってありえるでしょう。他の57人のアカウント全部見たんだけど、生徒手帳の持ち主の石薙の名前がなかった。つまりうちは警察でも探偵でもない。え？カレイさん、この件は加害者の婚約者を担当している一係に挙げておいてください。私の方で改めて報告書を訂正しておきます。承知しました。でもワカメさん。失礼します。ほんと中高生の案件と見たらすぐ手引こうとするんだから。あの人、海さんが病欠していた時に一人で同じような案件を担当させられて、業務中に貧血を起こしてぶっ倒れてますからね。え？何それ。海さんに言わなかったということはそういうことでしょう。そんなに怖いもんかな。兄ちゃん、入試って何時からだっけ？8時50分。余裕で間に合うから心配すんな。絶対受かってよ。父さんの病院は兄ちゃんが継がないと。なんでだよ、誠の方が頭いいだろ。間もなく1番線ホーム、列車が通過します。そんなことないよ。親父が今転校の手続き取ってくれてるし、俺も誠も来月からは心機一転よ。大丈夫、この先お前がどんな失敗をしても俺と親父で何とかするから。ありがとう。君、貝原誠くんだよね。悪いけどちょっと話を。誰か救急車、男の子が電車に。バカ野郎、無駄だそんなもん。おい警察呼べ。なんで貝原くん。貝原くん、おはようございます。貝原さん、起床時心拍数は120、極度の緊張状態です。リラックスしてください。出勤時刻まで残り3時間44分。非常に浅い睡眠でした。今日も一日頑張りましょう。非番のオルカ。ワカメさんっておかん属性高いよね。さすが三兄弟のお兄ちゃん。いや別にそんなことは。それでいくと絶対カレーさんって一人っ子だよね。それがな、いるんだよ、すっ
げーチャラいお兄さん。嘘じゃん。カレイさんの陽の部分を遺伝子レベルで全部吸い取った感じ。多分土日ずっとバーベキューしてる。ワカメさん、割とこう言うよね。俺より言うよね。これ以上俺たちが首を突っ込んでいい正当な理由なんて、あまり頻繁に見たい顔ではないですよね。本当はなんか感づいてるんじゃない。足が早いだけで全部間に合うならよかったのにね。次回トラック3、ロックに失敗しました。何をですか石成さん。